はい、皆さんこんにちは。今日もマリオメーカー早速やって今のところカット。はい、皆さんこんにちは。今日もマリオメーカー早速やっていきたいと思います。まずはこちら、世界の注目、とても難しいキラーの階段、ラッグさんという方のコースを遊んでいきたいと思います。クリア率約確か 2% ぐらいだったような気がしますね。なかなか難しいコースなんでしょう。何しろとても難しいですからね。これは難しいよ。次で行こう、次で。はい。はい。あー、これ難しいぞ。何段あるんだろう。なるほどね。一マスしかあのキラーの隙間が横にずれていないんで、いや、これできるだけギリギリ右側で登っていき始めないと。あ、でも上の方に行けば、いけるいけるいける。あの、今の見えた一番上ので終わりかな。ほいほいほい。ここでどうだ、これでいいのかな。いっぱい出しておいて右に行かないといけないけだとしたら、ちょっとやっちゃったな。あぶねえ、ギリギリゴールできた。思ったより近くてよかったですね。もっともっとあの限界ギリギリぐらいまで遠いのかと思っちゃった。ふう、よかった。キラーの階段、ラッグさんのコースクリアいたしました。ありがとうございます。さて次のコースやっていきましょう。はい、お待たせしました。次はこちらのコース遊んでいきたいと思います。バックンくるくるスピードランということで、黒光さんのコースですね。407分の16、クリア率 3.9%。 早速遊んでいきたいと思います。バックンくるくるスピードラン、私のコースの名前になんか似てるような気がするけど、やっぱり多少似ちゃうのはしょうがない。でも難易度はこっちの方が難しいか。僕のパックン城もなかなか難しいんですけどね。パックンの前に氷が置いてあるのがめちゃくちゃいやらしい。ほっ。でスタートバネで弾かれるわけじゃないんで勢いもつかないんですよね。自分でジャンプしてスピードつくかな。これ難しいぞ。今のもだいぶミスしちゃったな。で、どうするんだ。おお、くめ。ギリギリで倒さないと。いや、ギリギリで倒しても一匹残っちゃうな。さて、どうするか。というか、まずここをうまく抜けられるようにならないと。ここが難しい。多分、ほとんどの人はここでやられちゃうんじゃないでしょうかね。はい、OK。くそー、氷ブロックがあるだけでやたら難しい。オッケー、ここは勢いでいく。で、なんだっけ、あ、そうだ。くそー、できるだけ奥で投げようと思ってジャンプしてやったら当たっちゃうし。よいしょ。それでもちょっと慣れてきたかな。時間的な設定はどうなってるのか、結構ギリギリなのかな。ほいほい、1匹残っちゃわないな。ギリギリでなければ大丈夫か。あ、なんだ、時間結構余裕じゃないですか。これならクリアできるわ。というわけで黒光さんのコースですね。これでいくつ目かな、3つ目か4つ目か。はい、クリアさせていただきました。ありがとうございました。ベストタイムは19秒。もうちょっと頑張ればいけるのかな。はい、それでは次はこちらやっていきましょう。2017おみくじマシーン、君は吉、それとも今日。まあば、もう一回いきますよ。2017おみくじマシン、君は吉、それとも今日。まあ私の日頃の行いなら当然大吉が出るとは分かりきっていることなんですけどね。念のためやってあげましょう。なんでそういうのをつくかな。よし、あ、これでどっちに行くかが分かるんだ、ジャンプすると。
右は吉、左は凶。いくよ。大吉。やばい、ショックのあまり動けなかった。よし、もう一回。行くぜ。ゴー。まあ、やっぱり私にかかれば当然大吉ですよね。ありがとうございました。さて、今年も、お先真っ暗な未来が待っている。はぁ。いや、明るく行こうね、明るくね。よし。ゲームをやってる時ぐらい明るく楽しく行きましょう。ということで、10秒アンパンさんのコースクリアしました。はい、次はベビさんのコースですね。ハンジドーマリオスピンキープ R ということでクリア率 8%。 ハンジドーで 8%、 ちょっと不安な気もしますが行ってみましょう。いきますよ、3、2。あー、タイムがねえのか。無駄話してるよ、余裕なんて全くなかった。でマントが降ってきて2、1。なるほどね、素早く行かないとダメだ。これはこれでどうでしょう。さっきよりは1秒半ぐらい早く来れてると思うけど、これはタイム設定する必要ないじゃないベビさん。いかにスタートを速攻で R ボタンを押せるかが勝負かといって、コースが始まる前から押してたら間に合わないっていうね。これクリア率 8% もあるのがある意味すごいと思う。いや、間に合わない間に合わない。さてどうする。今スタート前から押してるけどやっぱりダメだよね。これも遅かった気がするな。間に合わないかな。お、ゴールできた。よかった。で、紅白のキラーの砲台に挟まれてお正月ムードを表現しているんでしょうかね。9秒988、ギリギリだ。よし、それでは最後はこちらのコース遊んでいきましょう。50秒スピードラン快楽、 13.69% ですね。チャマさんのコース遊んでいきましょう。チャマさんのコースはめちゃくちゃ難しいのが多いんでね、このぐらい優しいクリア率のままじゃないとそう簡単にはクリアできません。で、はいはいはい、お邪魔します。カラーの右、おーっと、これでいいのかな。ダメだな。よし、1、2、3、ガリ、あー。で、ブラックパックも取れない。あ、ここ走っていけるんですね。よし、次はいける気がする。気がしなくもない。いや、きっといける。いけない。いや、でもタイムが長いから詰まっちゃっても大丈夫なのかもしれないけど、50秒スピランで100秒ありますからね。でもまあやっぱりね、詰まっちゃったらやり直しましょう。なんて言ってると泣きを見るかもしれない。今のところカットしようかな。よし、あのチャマさんの他の難しいコースに慣れてるんでね、逆にこうやって優しいと逆に難しいここが届かないんですけど。1、2、3、ほら届かないよ。なんでなんでなんで、ジャンプが遅いのかな、そこ。はい、これでどうだ。で、サンガリア、ほら届かないでしょ、もっとギリギリ。1、2、3、あ、もっと奥で行けばよかったのね。はい、やばいな、チャマさんのクリア率を下げてる。まあいや、チャマさんはクリア率を
コントロールするのが好きな方なんでね。1、2、3、ここが難しい。意外と難しい。なぜあそこだけ難しいのか。お、詰まっちゃった。まあいいや、このぐらいは。1、2、3、ゲーでブラックパックじゃなくてパウを取れないな。はい、これでどう。よーし、右、はい、右スターランですね。これは気持ちいい。で、メットをかぶってからの、なるほど、これはスターが切れる間にっていうことではない。オッケーオッケーオッケー、はい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 、つまらないよ。リードは入って、また右か。クリボンを踏んで赤コイン回収の気持ちいいから、鍵ドアに次左。パウ投げパウ投げパウ投げ、快楽。よしで、はい、おお、よくできてますね。50秒クリアいたしました。なんか50秒以上かかっちゃった気がするな。何秒だったかな、残りタイム。今回のタイム49秒、ベストクリア44秒、その差5秒。これはなかなか精進が必要です。はい、というわけでチャンマさんのコストクリアしました。ありがとうございます。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。